アイスプレと申します。人大ボットどっちがトレード前のの15回目です。多分、OKX っていうね仮想通貨取引所を使いまして、アプトっていうトークンの、ボットと人どっちがねトレードで100ドルをね増やせるの減らせるのっていうのをやってるところですと。で、今んとこボットも人も100ドルを大きく下回って半分以下の、資産にねしてしまいましたよっていうのが現状です。で、今日ですね、まあこの2週間ぐらいやってるんで、その2週間のね集計をやっていくのと、まあちょっと昨日のね、あ、まあ今日の状況をお伝えするっていうことをねやっていこうかなと思います。まあ今日の状況からですね、で昨日ですねちょっとポジションヒストリー昨日のちょっと見まして、今ですねもうほとんどレンジ横横でね動いてるんで、上の2シグマのところで、ボリンジャーバンドでいうね上の2シグマのところにタッチしたら、ショートを入れて、下の2シグマのタッチにしたら売却、まあもしくはロングを取るみたいなねことをやっていってるっていうところです。ここですね昨日の昼間にロングを取りまして、ボリンジャーバンドねマイナス2シグマにタッチしてるんでロングを取りまして、そこからずーっと言ってたらそれを一気に飛び越えてギューンって下がってしまったんですけど、まあ、ちょっとここでね売らずに我慢して待ってると、まあ戻ってきてくれたので、まあここねずっとずっと上に向かってって、でこの辺で上の2シグマタッチしてたんで売却をする予定だったんですけど、ちょっとねこの時チャート見てなかったんでちょっと通り過ぎたところで売却しています。でその後に上の2シグマにタッチしてたのでロングを取ってる、あ、ショートを取ったんですが、なんかねギュインっていきなり上がったんで、あーちょっと何これ怖いなと思って、ここでもうすぐカットしてマイナス、1.29 ドル、ねマイナスになっちゃってるんですが、まあちょっとこれはねちょっと怖かったんでもうしょうがないということで、ちょっとこれはね入ったタイミングも遅かったんでね、本来ならこっちで入らなきゃいけなかったの、まあだいぶ過ぎてしまってから入ってたんで、もうこれはもうしょうがないと思って切りました。で改めても様子見てみると、別に上に突き抜けそうではなかったので、あまり、まあ、上に抜けそうもないし問題ないよねっていうことでショート入ってます。でショート入って今日1日ずっと持っていて、先ほどね売却して 0.82USDT もらったよっていうところですね。これねこのタイミングで売ってるんですけども、マイナスの2シグマに到達してないところで売っています。よいしょ、こっちがトレーディングビューですね。先ほど本当に先ほど売ったんでここで売却しています。マイナス2シグマね、ここで一応タッチしてるかしてないかぐらいの際どいとこなんですけども、これね、まあ、よく見たらタッチしてないんで、まあ、どうしようかな、持っとこうかな、売っとこうかなってちょっと迷ってるんですけど、ビットコインがねちょっと調子よく上がってきちゃってるんで、まあ、もしかして釣られてねアプトもガッて上がってしまう可能性もあったので、一旦ここでね利確することにしました。ちょっとね1ドル未満のちょっとちっちゃいね利確なんですがね、4.48% と、まあ、少ないんですけども、短期でねトレードしてる分にはまあこんな感じでねちょっとずつ利確するのもまあ正解だろうということで、ちょっとこういう風なねやり方をしています。でこっからねもしかしたら、今ちょっと収束気味に、これが1時間足ですね、1時間足のボリンジャーバンドがずっと平行でね来てるんですけど、まあ、ちょっと収束気味にあるので、もしかしたらね上か下かに動きそうで、ビットコインもねガンガン上がってってくれてるところなので、上に上がるような期待をしてねロングを取ろうかなと思っているっていうところです。4時間足に関してもねこんな感じで収束してきています。まあ、1時間足がね収束してきてるんでもちろんそうだよね。で 1日2足日足ですね、日足がねちょっとこれどうなの、この辺のさコマみたいな形、上と下のプラスの十字みたいなね、こういうのが出てくると、なんか上頂点の上の上がったね頂点の印だよみたいなのをよく見るんですけど、あの相場のね転換期だよみたいなのね私見ることが多いんですが、そうなのかな、こっから下がっていくのかな、ちょっとねでもビットコインに釣られてまだ上がってくれるっていう可能性もね、あ、なきにしもあらずだと思ってて、まあ、ちょっと迷ってるんですが、今日のね夜寝るときは、寝る前はねロングを薄く取って寝ようかなと思ってます。あ、ちなみに今ね22時36分ですということで、まあ、ちょっと1時間足戻りまして、でまあ、そうだね、もうちょっとロング取っといてもいいかもね、まあ、編集中にでもロングね取ろうかなと思います。まあ今36分ということで、23時のね1時間足確定してから、ちょっとロングを取ろうかなと思います。あ、でこれがね人のやってる、でこれが人のやってるトレードの方でして、でこれのねよいしょ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 、今の金額がこんな感じだよということで、今日の朝まではね42ドルか、もうね昨日からちょっともうひどいことになってたんですが、
もうちょっとずつちょっとずつちょっとずつ回復していこうと頑張ってね、100ドルまで貯めていこうといった感じのところです。でボットの方なんですが、ボットの方はねもうどうしようもないということで、今の金額からねどん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 下がって15ドル以下にならないと、こっちはプラスにもうならないと、マイナスになり続けるだけっていうことになってますので、もうこれはねもうちょっと触らずにこのまま置いとくしかないですよといった感じになっています。というわけでここ最近のね集計をねちょっとしていきたいかなと思います。で、下の方がね14日とかもうトレード始めた頃の金額で、これが上の方がね28日ということで昨日までのね集計になっています。でちょっとね大雑把にちょっと説明していくと、ここがまあ儲けた金額で、ここが儲けたまあパーセントですね。で線がついているところが一応 10% 以上のね取引があったところがここ、いろんなね色がついていますという感じですね。でちょっと見ていくと、この青字はもうほとんどが LLLLLL でここだけショートと、ここ最近になってやっとショートでプラスが取れてるよっていうことになってるんですけど、それまでずーっともうロングでしか利益取れてないよっていうことになるんですね。むしろじゃあロングで赤字出してるのっていうのもまあ一応あるんですけども、それちょっと薄ら寒い青色にしておこうか。よいしょ、このね青色のところがロングで失敗してるよっていうところになりますね。でまあちょ後でねちょっとだけチャート見るんですけど、まあ、全体的なねちょっとお話を先にするとして、この縦の青い線がね、私がこのトレード、この企画を始めたところで、そこからね、もう価格が3倍近い金額になってるんですね。7ドルぐらいだったので、うん、7ドルから今の価格で言っても17、まあ2倍、ちょっと 2.3 倍ぐらいかな、それぐらいになってますので、ただ100ドルを持ってるだけで200ドル以上にはなっていたということで、現物買うのが一番ね、良かったよっていう話にはなるんだけど、やっぱこういうねみんながみんなトークンダンって上がってる時っていうのは、ショートを打つっていうことにねどれだけリスクが高いかっていうのがねまあよく見えてるかなと思います。ショートで利益を取れてるところがまあここ以外ねほぼないと、これだけね いろいろガチャ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 やって全然利益が出ないと。なのでもうこの上げ相場の時ですね、上昇の相場の時にショートを打つっていうのはやっぱもうやっちゃいけないなっていうのがね、もうここ見ててもよくわかりますね。でロングはロングでもねマイナス出してるところでちょっと見ていくと、このね白い線、ここの2つでロングを取ってるんですけどマイナス出してるところですね。これね、まあ、正直なところ急激に金額が下がるとビビって売っちゃうっていうね私のその癖みたいなものがあるんで、これがちょっとどうしても悪かったかなっていうちょっと印象をね今持っています。入る時にまあ一応ね理由があったりしてなんだかんだで入ってるんだけど、そう売るタイミングですねをまあ完全に見失ってて、でかつ自分が持ってる価格よりちょっとでも下がったらね怖くて売ってしまうっていうことをやっていくと。でこの辺でねちょっと説明しましたけども、なんかね、まあ、やっぱこうなんだかんだで安定してるように見えて一気にグンって下がった後にガガガガガガって上がるっていうことがねやっぱこういう時起きてくるみたいなんですよね。まあいろんな理由があるみたいなんですけども、それを私ちょっとでも下がったらここで売ってしまうので、この大きなロングが取れずに終了してしまうということで、なかなかねこれはよろしくないなっていうんで、まあちょっとねロスカットするにしても自分がねもうちょっとどこでロスカットすればいいのかな、ここまでいったらもうやばいっていうところまでね、ちゃんと自分でそのロスカットの線をもうちょっとちゃんとね決めていかなきゃいけないなーっていうんでねちょっと反省をしてました。まあちょっと今見返してでもね自分でなんでここでロング取ったのかって言われるとあんま分かんないんだけど、まあ正直まあまあまあ上がると思ったんでしょう、まあまあ上がると思ったのはしょうがないとしても、もう切った時の理由がね多分まあまあ急激に下がってさ自分の持ってる価格より一気に下がっちゃったんで怖くてやめてるとかだと思ったんですね。なのでまあせめてねもうまあちょっと金額的には下がってしまうんだけど、このもうちょっと後でさもうこれは絶対上がんないよっていうタイミングがあるところで切るっていうならわかるんですけども、何の気なしにねもうちょっと下がった、あじゃあ売ったっていうことを繰り返してると勝てないなっていうのはねもうなんとなく分かってきたので、これだけはねちょっと今後注意していきたいかなと思います。まあ本当にどこまで下がったらやばいのとかさ、これどこまで下がる可能性があるんだろう、例えば最近だとねちょっと最近ちょっとお勉強してる内容で言うと、このフィボナッチリトリースメントっていうのをまあちょっと勉強してたりして、こんな感じでね
線が引けて、この線に沿って動いていることが多いよみたいな話をね、まあちょっと聞きます。でこの線の引き方ね、人それぞれあって、まあ自分がね思う通り引いてくれればいいかと思うんだけど、例えば私だったらね、この急激に上がってるところですね、下から上までブイーって引いちゃって、その間ねトークン動いてることが多いよねと。でここで自分がもし今買ったんだとしたら、ここから上に抜ける可能性ってあったのかなっていうねことを、まあ昔の私に問いかけたいと。で下がるにしてもどこまで下がるのかなっていうんで、まあこういうね線、抵抗線みたいなのがまあなんとなく出てくるので、ここ下がったら、あじゃあまあまあこっから下がっちゃったから、じゃあ、もう損切りしようかとか、自分が持ってる価格がねここだったんだったら、ここの一番上の赤い線を切った瞬間にじゃあやめようかとかだったら分かるんですよ。それをねなんとなくで、あガーッ下がった下がった下がった、あーもうなんか怖い怖い怖い無理無理みたいなでやめてるのが怖いなと。ねこれはちょっと注意していかなきゃなと。そういう意味ではこっちは正しいのかもしれないね。ちょっとここ上がってさ、この黄色い線から上に行ってるから、あじゃあこれは上がるんだねって言って変えました。でも私が思ってた黄色い線はね、もうちょっと実は実際には上にあって、もうちょっと超えなきゃね次のこの赤い線までは届かなかったんで下がっちゃった、だから売りましたって、まあこっちだったら確かに正しいかもしれないね。まあただもうちょっと待ってたらすぐ上がってんだけどねっていうところだね、っていうのがまあちょっとあるので、ちょっと自分がねどこまで下がればやばいんだろうっていうのはねちゃんと意識しなきゃなっていうところですね。っていうのはまあこの下2つのもうロングでも失敗してる部分ですね。で次ね、自分が絶対やっちゃいけないなっていうことをやってるところがあるんでちょっと見に行くんですが、ここですね、あのビットコインが一気にガーンって下がってくれたおかげで仮想通貨全体が一気に下がったんですね。その様子なんですが、まあ、一気に下がるはいいんですよ。まあしょうがない。まあいろんなね情報が出ていて、まあ下がることがありましたよと。でその後一気に回復してるんですね。これ1時間足で見てるからちょっと分かりづらいけど、15分とかねちょっと、見てみると、これが15分足ですね。よいしょっと、一気に下がってもうすぐ戻って、もう一回ちょっと下がって、そこからもう V 字回復という感じになっています。で私はねここ一気に下がって一回停滞して、もう一回下がるってなった時に、おおまだ下がるんだ、ショート取らなきゃって言ってショート取って、もう V 字回復して巻き込まれて、このショートがね全部焼かれて、マイナス何パーセントだっけ、 20% くらい食らうということになっています。というのもこれね、こんなねもう上下の激しい時に素人がやっぱ参加しちゃいけないなっていうのはね、もうまさしくもう実感しました。情報としてはね2時以降に情報出るよって話がありまして、まあこれね、でもその1時45分にはねもう回復してるんですよ。もう元のあった数字より超えちゃってプラスになってるよっていう状況なんですね。こういうのをまあ素人がねもうその流れに乗ってやろうとしたら全部焼かれるよということがもう本当によく出てるやつですね。で私の焼かれた金額どこに行くのって言ったら、そのね情報出してもうここでパンプさせた人たちがもう全部持ってっちゃってるよみたいなねことになりますので、もう本当に養分という養分の見事な動きをしてるっていうのがこんな感じですね。これは本当に気をつけなきゃなーっていうところで、こういうね急激な下落上昇っていうのはあんまり触らない方がいいよねっていう、ね、ところでね、やっぱちょっと気をつけなきゃなっていうところでした。であとまあちょっとね、さっきのトークンの価格表には出てないところなんですが、私こういう大きなね急上昇ってあんま取れてないんですよ。言ったらさ、この一番下からこの一番上まで持ってたらさ、何パーセント上がったのっていう、これだけで倍近くの金額になってますよね。ここがね取れてないというか、ちょっと停滞したらすぐ売っちゃうみたいなことをしてるんで、それがねちょっとまずいかなっていう感じに思っています。もうそれこそさ、もうずっと持ってたら本当にね上がり続けてたはずのトークンなので、どこで持ってどこで切るのってもう本当難しくて全然わかんないんだけどね。もうちょっとねこんだけの好景気をまあミスミス見逃してたということで、まあ、ちょっとこの辺はねちょっともうちょっとお勉強していかなきゃなっていうんで、さっきのねフィボナッチとか、まあ、上昇からね下落への転換期みたいなところを探して、まあね トークンのねロングショートをやっていくっていうのは一番いいんでしょうけど、短期でやってるからねっていうのもまああるっちゃあるんだけどね、それにしてももうちょっと取れててもいいんじゃないのかなとは、思っています。まあちょっと上がったらね切るっていうことをやってたので、難しいなーっていう感じですね。まあもうちょっと短期でねうまくいく方法っていうのをまあ探して、まあ結局短期でうまくいかないよっていう結論にねなってきてるんだけども、大体ね、まあ、どんな動画見ててもね、やっぱ短期ではね、難しいっていうのがね、前に出てますね。よっぽどの頭のいい人じゃないと、やっぱ難しいのかな。ってなるとね、やっぱちょっと、まあ、1週間、まあ、せめて2、3日に1回ぐらいね、トークン購入売買するぐらいのね、ことをやっていかなきゃいけないのかな、とは思っています。
ということで、まあ、ちょっとね、この価格表のとこ戻るんだけど、もう最大のやらかしのとこ行きましょう。ここね、マイナス50ドルを食らわしたっていうね、ここの最大のやらかしのとこ見に行きましょう。最大のやらかしがここですね。実はここね、山グーンって上がるときにロング持ってまして、プラス 60% ぐらいまで一気にガーンって上がったんですよ。で、その時にね、うわ、やったーって思ってたんですけど、まあ、下がって、このシグマのね、シグマの2だったっけ？だからまあ、どっちぐらいかね、割り込んだ時に、まあ、ちょっとロング切りまして、まあ、そこでね、やめましょうと、利確しましょうっていう話をまあ、動画中にしてたんですが、動画の編集中気づいたらね、プラマイ 0g でギューンって戻ってしまってたんですよ。で、いやいやいや、また上がるよ上がるよ、みたいなね、そう、なんだろう、もう本当に、パチンコ感覚ですよね。また当たる当たるみたいなね、ちょっと放置しちゃってたら、もうどん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 下がって、この一番低いところで、もうこれは怖いと思ってロス化して、マイナス50ドルっていう感じね、ことになってました。これね、本当にどこでやめるのっていうのを本当分かってないから、こういうことが起こってるんですよね。で、しかもプラマイゼロの時に切ってたら問題なかったのに、また上がる、また上がるって思い、もうそれを期待しちゃう、もう一回上がってもう脳内がもう気持ちよくなりすぎて、もう一回その気持ちいいのを味わいたいっていう期待からね、なかなか切れなくなってる。これも本当にもう手痛い勉強でしたね。これも気をつけないといけないとこですね。もう決める、もうやめるときはもう即やめる。でその後上がろうが下がろうがさ、プラスだったらまあいいじゃん、でそれで済ませないとね、上がることを期待してもうただただ待つっていうのは本当にひどいことになりましたっていうね、いい結果になりました。マイナス50ドル、これはひどかったっていうね、ところで、まあ、というわけで、まあ私がね、ここ最近2週間ぐらいでやってたトレードで、まあひどかったなーっていうところが、まあこんな感じになっていました。で、今もね、なんかトークン価格下がってるね。ちょっと待ってね、私ね、ここショート取ってたんですよ。まあ一応ね、ショートでプラスはプラスなので、まあ言っちゃいいんだけどさ、さっきの考え方で言うとね、トークン価格が下がってるっていうこと自体はちょっと気をつけなきゃいけないなと。で、ビットコインの方がね、どん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 上がってますので、あ、一回上がって今下がってきてるんですね。で、それに合わせてアプトも一緒に下がってきたのかな。まあそっか。で、ちょっとこの後ね、夜どうしようかな。さっきまではね、上がり続けてたんで、まあちょっとロングして寝ようかなって思ってたけど、アプトもね、ちょっとやっぱアプトのね、トークン上がりすぎて、ちょっと調子がね、悪くなってきてるかなといった印象を持っています。寝る前でね、もう無理にポジション持つ必要はないんですが、まあ一応ね、このズンズンズンというタイミングで見たら、そろそろボーンって上がってもおかしくはなさそうなので、一回、まあ、ロングをね、取って寝たいかなと思います。というわけで、まあ、今日はこの辺で、またちょっとね、明日、これが結果どうなったのっていうのをお伝えしようかなと思いますので、またよろしくお願いします。というわけで、スピルでした。また次の動画でお会いしましょう。またねー。